エフゲニア・メドベデワは、ソビエト連邦カレリア自治ソビエト社会主義共和国、コンドポガ出身の元クロスカントリースキー選手。2000年代に、ロシア代表として、国際大会で活躍した。メドベデワは1997年1月5日に、クロスカントリースキーワールドカップに、デビュー、15km42 位となった。2005年2月12日に1 0トルで、 ワールドカップ初勝利。2005年ノルディックスキー世界選手権では4、5km リレーで銀メダルを獲得した。2006年のトリノオリンピック代表に選出され、パシュート銅メダル、4、5km リレーでは金メダルを獲得した。2009年ノルディックスキー世界選手権では 30km で銀メダルを獲得した。2010年のバンクーバーオリンピックに2度目の オリンピック出場、10km7 位、15km パシュート39位、リレー7位となり、この大会を最後に現役を引退した。ありがとうございます。